ウィンチェスターライフル。ウィンチェスターライフルは、西部開拓時代のアメリカにおいて、ウィンチェスター社が開発した、レバーアクションライフルである。なお、ウィンチェスター社のライフルには、ウィンチェスター M70 などのボルトアクションライフルや、ウィンチェスター M100 のようなセミオートライフルもあるが、ここでは、レバーアクション式のみを紹介するにとめ、これらは割愛する。西部開拓時代のアメリカにおける、 重機開発で有名になった企業として、コルト社が挙げられる。サーをはじめとした、コルト社製リボルバーは、開拓時代において、保安官から、地元のならず者に至るまで誤神として所有していた、拳銃であるが、それに並行して、ライフル銃を製造していた企業が、ウィンチェスター社である。ウィンチェスター社はにより創業され、もともとは開拓民の洋服などを販売していた、 企業であるが、1857年にボルカニック、リピーティングアームズ社の武器製造工場を買収し、ニューヘイブンアームズ社として、ライフル銃などの武器製造をはじめ、ヘンリーライフルとして知られる、レバーアクションライフルの製造権を取得すると、オリバーの息子であるウィリアムにより、全米で販売を開始した。そして1866年に、ウィンチェスター社として改名後、 ヘンリーライフルに側面装填口や先台を付けるなどの改良を施した M1866 とその改良型でセンターファイアジッポーが使える M1873 にって人気を博した。特に M1873 は弾丸の共有可能なコルトサー、フロンティアシックスシューター44から40弾仕様と共に西部を征服した銃とも称されて名高い。 レバーアクションとは、銃の機関部下側に突き出た、用心鉄を兼ねたレバーを下に引き、それをまた戻すことで薬室から空薬莢を排除すると、同時に時段を装填するという仕組みで、チューブマガジン、環状ダンスを備えることで、それまで一発発射するたびに玉めが必要であった、ライフル銃を連射できるようにしたものである。この機構はシャープスなどの単発式のライフルに採用されていたのを、 ホーレス・スミスとダニエル・ウェッソンが開発したボルカニック連発銃で連発に改良されたものであるが使用弾薬が特殊なケースレスカートリッジであるロケットボール弾であったためこれをリムファイア弾で使用可能にしたヘンリー・ライフルを経て最終的にジョン・ブローニングが1894年に改めしたものである余談であるがボルカニックを開発したスミスとウェッソンは後に アメリカ最大の銃器会社 S&W 社を設立している。解明後もライフル銃の生産を盛んに行ってきたウィンチェスター社は、その後もレバーアクションライフルの生産を続け、民間用では西部を代表するライフルメーカーとなった。このウィンチェスターライフルの中でも有名な機種としては、西部劇に多く登場する M1866 イエローボーイ。 M1873 が挙げられるが、これらはいずれも強力なライフルカートリッジの意に十分に耐えられるほどの耐久力を持っておらず、ライフルでありながら実際は拳銃弾しか使用できないというものであった。この問題点を改善するため、まずは M1876 が完成。さらに有名な銃技師ジョンブローニングによって M1886 が ついで M1892 が開発され、それをもとにレバーアクション方式を継承しながら、新機構の採用や機関部の強度向上を施した M1894 が完成した。この M1894 はいくつかの軍隊に対して売り込みが行われたが、レバーアクション方式のライフルであるがゆえに機構が複雑で機関部が露出する部分も多かったため、 泥や誇りまみれの野戦には不向きであると判断され、軍では不評であった。また、チューブマガジンでは、戦闘弾がセンターファイア実縫の雷管に干渉するので、暴発の恐れから兵頭弾しか使用不可能なこと。発射に伴って弾装重心位置が移動してしまうなどの欠点も、軍用に不向きとされる要因であった。ブローニングが設計に関わったものとして、 ショットガン用の弾薬を使用するというモデルも存在するが、大柄なショットシェルとは相性が悪かったらしく、作動不良を起こすなど評価は、かんばしくない。アメリカ陸軍では、評判の悪かったウィンチェスターライフルであるが、その後ロシア帝国から発注を受けることになる。当時のロシア帝国における標準的なライフル弾は点六二 x 十四メートル MR 弾、戦闘弾で、 ラシアンと呼ばれたであったため、ウィンチェスター社はこのラシアンダウンを使用できるように改良し、垂直式の弾装を装備した M1895 をロシアに輸出した。M1895 は予定通りロシア軍に採用され、最後の軍用レバーアクションライフルとなった。1900年代以降に新しい形式が作られなかったためか、ウィンチェスター M73 など正式名称である。 M の次にある2文字、18が省略される場合が多い。連射がそれなりに早く行えるライフルとして登場したウィンチェスターライフルであるが、19世紀の終盤に登場したボルトアクションライフルが手動式ライフルの主流になると、それよりも効果で機構が複雑なレバーアクションライフルは実践の場から消えていった。2006年1月、ウィンチェスター社に代わって、 レバーアクションライフルを製造していた US リピーティングアームズ社は全モデルの生産終了、工場閉鎖を表明した。これによって純正モデルの生産は終わり、ブランドを引き継ぐ外国メーカーのライセンス生産品のみとなったイタリアのウェルティ社やブラジルのトーラス社など。1980年代にレプリカが出回る前、ハリウッド映画では時代交渉を無視して、 M1876 以前のモデルを M1892 が代役を務めている場合が多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。